はい、どこにちばしーとみくです。はい、どうぞ。本日紹介するのはこちら、じゃーん、ネンドロイド初肉、間違い未来2020ウィンターフェスティバルバージョンですね。はい、ようやく、満を持して出てきてくれました。去年のマジミラのミクちゃんのネンドロですね。はい、去年は夏祭りの子が出てきてくれたんですけども、はい、冬祭りの子が出てきてくれなかったんですよね。で、今年のマジミラで、先行販売っていう形になりました。はい、僕もねマジミラ行って買ってきましたので、今回迎えてきましたんで、はい早速ねレビューしていきたいと思います。はい、マシアとミクチャンネル。はい、では早速ね、いつも通り外箱の方から見ていきましょう。いや、ようやくレビューの時来ましたよ。風邪ひいて全然声出なくて、一週間とちょっとぐらいだよね。ずっと休んでたんで、ずっとレビューできなかったんですけども。はい、遅くなって申し訳ありません。じゃあ早速ね、見ていきましょう。外箱はこんな感じになってて、まあ、冬祭りのミクちゃんのね、外箱にふさわしいような感じになってますね。色合いがね。うん。はい。で、ナンバーは1740。以前のネンドロのミクちゃんが、1511ですね。この1年間の間に200以上出てるっていうのがすごいですよね。はい。ネンドロっていうブランドがもうすごいね。うん。はい。横はこんな感じになってます。横目見てみるとこんな感じになっていて、まあ、やっぱり鈴がついてくるのと、それから今回はね、つなぎ手がついてくるみたいですね。うん。これでようやく、この子とね、手を合わせることができます。うん。相方出てきてくれてよかったね。はい。裏目見てみるとこんな感じになってます。歌ってるような表情、それから横目、正面というような感じで、3種類顔がついてきてくれるみたいですね。マジミラのネンドロイドって以前は本当に2種類とかしかついてこなかったんですけど、表情パーツがね。なんですけども、まあ、今回はというか、まあ、いつの頃からか割とね、多くついてきてくれるようになりました。他のネンドロもそれくらい欲しいもんですけどね。はい。あとは、まあ、表情があって、後ろ面という感じになってますね。はい、上の面と、下の面になります。はい、じゃあ早速ね、開けてみましょう。はーい。はい、開けてみるとこんな感じに入ってました。はい、以前と同じで、ネンドロの箱の後ろにはね、今回のミクちゃんをイメージさせるような背景のね、描かれた紙が入ってました。これは後で組み合わせて見てみようかなと思います。うん、はい。で、内容物見てみると、ミクちゃんが持ってる杖、それから鈴ですね。今回クリアパーツで成形がされてるね。お、意外と豪華。はい。で、ネンドロ本体、それから、付け替え用の手首パーツ、という感じになってますね。うん、でそれから足のパーツと今回、手をつなぐ用のパーツが入ってます。はい、で表情パーツは、本体の合わせて3種類という感じですね。うん、まあ十分すぎる、うん、内容になってるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速ですね、顔認証してる、すごい。はい、早速ね、開けて細かいところを見ていきたいなと思います。はい、ではですね、早速ね、袋から開けましたんで、細かいところを見ていきたいなと思います。はい、まずは、ミクちゃんが持ってる、ベルですね。はい。はい、こちらになるんですけども、クリアパーツで成形がされてて、すごい綺麗にね、作られてますね。うん、なんですけども、真ん中見てみるとこんな感じになってます。鈴の中にあるチニチニってなる玉みたいな、あれはないみたいですね。うん、まあ、それはしょうがないのかなと思いますけど、でも、光に透過するとね、すごい綺麗にできてるような、わかるんじゃないかなと思います。うん。リボンもちゃんとね、左右非対称の色になってて、うん、すごいなと思います。はい。上の部分の銀色の塗装もかなり綺麗にできてますね。それっぽく見えるんじゃないかなと思います。はい。はい、で、こちらがミクちゃんが持ってる杖ですね。うん、カラフルな杖になってます。うん、特に塗装がされてるだけで特殊な作りではないのかなって感じ。はい。で、それからこちらがミクちゃんについてくる表情パーツですね。はい。これ見てて、思ったのが、こっちのミクちゃんの表情パーツは普通に、オリジナルミクちゃんでも使えるのかなって感じですね。ちょっと化粧してるんでね、若干違和感もあるかもしれませんけども。はい。それ以上に驚いたのが、以前の夏祭りのミクちゃんの目と比べて思ったのが、一緒なんですよ、これ。眉毛の色。化粧、それからチークの部分、チーク、まあ、チークはどの面も一緒だと思うんですけども、目玉のね、彩色ですね、うん、が一緒なんですね、これね。
びっくりしました。衣装が全然違うから完全に別物と思ってたんですけども、表情パーツに関してのこれは五感が効きますね。うん、素晴らしいなんで夏祭りじゃない、冬祭りの子に夏祭りの表情パーツをつけても OK だし、逆に冬祭りのこの表情パーツを夏祭りの次にこれにつけてもね、全然 OK というわけになります。いや、これは互換性があるから素晴らしいね。可能性が広がります。まさかの共通ということで、このマジミラの夏祭りの肉ちゃんとウィンターフェスティバルの肉ちゃんは表情パーツが合わせて6個あることになりますね。素晴らしい、感動しました。はいさっき見てて目玉の彩色の部分一緒じゃねと思って見てたんですけど、一緒でしたね。びっくりしました。はい、じゃん。はい、こちらでね、みくちゃん本体になります。それではね、細かいところを見ていきましょう。冬祭りのみくちゃんってね、なんかちょっとね、モコモコしてるような感じになってて、すごい可愛らしいですよね。うん、なんですけども、その衣装をバッチリ、粘ドロイドでね、出してきてくれました。素晴らしい造形だなと思います。うん、カラーリングとかもね、完璧に再現しちゃって、この辺のちっちゃいね、さっき見せたツヤの部分だとか、一応最初、装飾であるんだよね。うん、の部分も塗装はすごい綺麗にできてますし、この手に垂れ下がってるこれね。やっぱ長くてでかいね。はい。これの部分とかも造形と塗装はすごいね、綺麗にできてて、うん。よくできてるんじゃないかなと思います。足の片足のね、ニースの部分だよね、のところのグラデーションなんかも綺麗にできてて、はい、髪の毛でね、ちょっとこのピョンって飛び出してるところの青い部分だとこの塗装もすごい綺麗にできてますよね。グラデーションもバッチリだなと思います。裏を見てみるとこんな感じになってますね。うん、まあ、本来であればここが繋がってるんですけども、どうしても稼働フィギュアの関係上ね、切らざるを得ないという状況なので、ね、ここはちょっとご愛嬌かなとは思うんですけど、まあそれはしょうがないね。はい、っていう感じになってまして、やっぱりね、造形とかはうん、いつも通りな感じでよくできてるんじゃないかなと思います。噂によるとどうもここのパーツの部分が衝撃によっては取れるみたいなんで、取り扱い注意をここは以前と一緒ですね。うん、この子もなんか別のツイッターかなんかみたいなのかなで見た時に、地震が起きてこの子が取れて前にこうガンって行っちゃったらしいんですけど、その時にここがやっぱり折れたっていう報告が出ていますのではい、取り扱いは本当にこの子はこのね、前髪の部分のパーツに関してはどちらも、丁寧にね、扱ってあげた方がいいのかなと思います。はい、この子一応僕は出してたんですけど、地震とかでまあ落ちることもなく普通に飾れてたんで、まあラッキーだったのかなって感じ。レビューした後は箱に戻した方がいいのかなちゃんとね、安全が確保できる場所で飾ってあげるといいじゃないかと思います。はい、改めて2人ね、こうやって見てみると本当に対照的なデザインになってて、デザインというか、まあ、カラーリングがほぼ対照的というかいう感じになってて、うん、改めて見比べてみても本当にね、この時のマジミラのミクちゃんは面白い試みだったのかなと思います。はい、素敵だね。個人的にはやっぱ夏祭りの方がデザイン的には好きかなって感じがします。冬祭りの方も十分可愛いんですけどね。うん、マジミラで、今年のマジミラではね、愛されたの君がいるを、やってくれたんですけども、この時は、東京の方で、冬の衣装、東京の方で冬の衣装、それ違う。東京の方で夏の衣装、はい。で、大阪の方で冬の衣装でやってくれたそうで、うん、これは、すごいね、ファン差だったのかなと思います。はい、よかったね、これはね。よし、じゃあとりあえず、見ましたんで、あと可動域かな、ちょっと見ておきましょうか。可動域は普通の粘土炉とはちょっと違う感じになってて、やっぱりね、この袖の部分がどうしても、うん、ポージングつける際にはちょっと考えなきゃいけないところになりますね、どうしてもね。うん、ここが難しいところですね。それ以外は普通の粘土炉と同じだと思いますので問題はないかなとは思うんですけども、はい、じゃあ早速ね、細かいところ見ましたんで、ポージングね、撮ってもらおうかなと思います。じゃじゃん。はい、まずはですね、杖とそれから鈴ですね。マジ、この子が持ってる鈴を、持ってもらいまして飾ってみました。こんな感じになりますね。いや、実に可愛いですね。うん、
あのネンドロイドのすげえところってこう発動心をキュッとしてる感じなんですけども、うん、あのそのなんだろう、装飾とか服の形だとかそういったものやと色合いとかだもんねを全部凝縮してやるっていうのがやっぱすごいなって思うところですよね。うん、ほんとかわいくねできてんじゃないかなと思います。はい、あの鈴がちょっと上の部分がね、あの開いちゃってる状態なんで、ここの部分をちょっとうまく隠してあげるとあのいい感じなのかもしれないですね。うん、なんか持たせて飾ってみるとなんかそこの部分がもう個人的には気になったんで、うん、内部が見えないようにしてあげるのがいいのかなと思いました。はい、でも可愛くできてるね。はい、こんな感じになります。ちょっとまだ開けて間もないからか、ちょっと後ろがね若干まだ穴が開いてない状態みたいなんで、ちょっと刺して後ろの棒を刺してしばらく置いといた方がちょっといいかもしれないね。うん、はい、まあ、こんな感じに可愛く飾られることができます。というわけで次のねポージング撮ってもらいましょう。はい、続いてですね、表情パーツを変えて、で鈴を、今度は左側に持たせました。僕らたちから見ると右側ですけど、左手に持たせてみました。はい、どちらの手でも握れるようになっていて、この辺はやっぱね、拡張性というか汎用性というかが高くていいなと思いました。はい、こんな感じにね、飾ってあげてもいいんじゃないかなと思います。うん、できれば杖と鈴を私両方とも持たせたいなとは思ってるんですけどねはい、まあどっちでもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次のね、ポージング撮ってもらいましょう。はい、続いてですね、歌い顔ですね、今回のミクちゃんにはこれがくっついてきてるんですけども、この表情を使ってでステッキを持たせてね気持ちよく歌ってるような感じで、ポージングね撮ってもらいました。はい、これもねかなり可愛らしく決まってて、やはりミクちゃんということだけあってね、あの歌ってる姿っていうのは実に絵になるんじゃないかなと思います。可愛らしいですよね。うん、でさすが歌姫っていう感じだけあって、こういう雰囲気はすごい雰囲気あのね似合うよねやっぱりねそんな感じがします。うん、以上これがあの3種類の表情パーツっていう感じになってまして、でここからはちょっとその夏祭りのミクちゃんにくっついてきて、あの表情パーツをね、ちょっと使ってみようかなと思います。はい、でじゃあさっきやね表情パーツこれ事実上一緒じゃねっていう風に言ったんですけども、よーく見てみると、あ、ごめんなさいすいませんね、みちゃん、このあの目元の部分の化粧が若干夏祭りちゃんの方が濃いっていう感じになってるんですよね。なんで完全に一緒っていうわけではないんですけども、うん、まあ、あまり変わんないかなと思いますのでちょっとねつけてみようかなと思います。はい、じゃあまたね、今度は夏祭りちゃんの表情パーツを使ってポージング撮ってみたいなと思います。じゃじゃん。はい、夏祭りちゃんについてきたあのペロッと出してる表情パーツですねを、ミクちゃんにつけてみたんですけども、違和感ないねちょっと化粧濃いなとは思ったんですけど、あんまり違和感なく、使用できるんじゃないかなと思います。おー、いいねいいね、かわいい。はい、こんな感じになりますね。あ、よかったよかった、思った通りでよかったわはい、じゃあ次のね表情パーツつけてもらって、で、ちょっとねポージングまた撮ってもらおうかなと思います。はい、続いて、もう一つの表情パーツですね、ニコリ顔を使って手を差し伸べてるような感じでやってみたんですけど、女神降臨って感じでね、すごい可愛らしく決まるじゃないかなと思います。うん、確か夏祭りちゃんにはこういうのがついてこないので、そうですね、夏祭りちゃんの方はこういう表情がついてこないんだよね、手首パーツもね。うん、のでこういうのができなかったんですけども、夏祭りちゃんの方ね、あの綿飴とかね金魚とかついてきたんですけども、はい、この表情ができて、この手の動きとこの表情がついてると、あのこういうのもできるよって感じですね。ああ、拡張性が広くなって個人的にはすごい良かったなと個人的には思います。はい、じゃあ最後ですね、この冬祭りちゃんの、手首パーツには一つ特殊なものがついてきてますね。こちらの鉄なぎパーツですね。よいしょ。はい、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけども、うん、こちらがついてきているので、夏祭りちゃんと一緒にちょっと手つなげてみようかなと思います。じゃじゃん。
はい、最後にですね、夏祭りちゃんと、ウィンターフェスティバルバージョンのミクちゃん、手をつなげるパーツがありますので、手をつなげるとこんな感じになりますね。うん。前回紹介したシンフォニーのミクちゃんの時もそうだったんですけども、最近手をつなげるパーツっていうのが、グスマさんね、よく押してきますよね。うん。いいんじゃないかなと思います。はい。関連性のあるミクちゃんのフィギュアならっていう感じがしますよね。うん。これはこれでいいんじゃないかと思います。で、夏祭りちゃんの方の手に関しましては普通の手なので、普通のネンドロのミクちゃん、あるいはまあ別のキャラっていうのもありなのかなと個人的には思いました。うん。よくできてますな。はい。はい、こんな感じに飾ることが一番理想なのかなと思うんですけども、ちょっと、飾り方に関しては気をつけないといけないかなってとこですね。後ろをちょっと見てみると、ちょっとね、髪の毛同士の位置ですよね、は考えなきゃいけないのかなと思います。くっついちゃうとどうしても色移りだったりとか、そういうのもありますので、うん。まあ、やるにしても、ちょっと、方法を考えないといけないのかなと思います。間っこにビニールとか挟んであげるといいかもしれないですね。はい。まあ、飾り方はどうにせよね、この絵面はね、すごい素敵なんで、個人的にはすごいおすすめできるんじゃないかと思います。はい。この状態で飾ってあげるのが一番理想なのかもしれないけどね。うん。はい。じゃーん。はい、最後にですね、ネンドロイドの後ろの、後ろにあった紙ですね。背景代わりに使える紙を、使ってですね、マジミラのミクちゃん、2020の、イメージでやってみました。はい。こんな感じになるんじゃないかと思います。うん。何にせよ、後ろにこの背景がついてくるっていうのは、嬉しいですよね。ちょっと切れてて、飾り方は考えるかもしれないんですけど、もうちょっとこうした方がいいのかな。うん。ちょっと難しいところではあるんですけども、こういうのついてくるのは嬉しいですよね。うん。ちょっと手間を加えれば、うん、もうちょっと綺麗に飾れるんじゃないかなと思います。うん。じゃん。これの方がいいかな。うん。はい、こんな感じでいいんじゃないかと思います。うん。なんか冬祭りちゃんのこの背景ってすごい楽しそうな感じがしていいですよね。冬らしくもあり、うん、マジカル未来っぽくもあり、すごい個人的には好きな背景だなと思います。キラキラしててね。うん。同じようなものを多分こうなんだろう、某ネズミランドとか同じようなところでね、再現してくれればもっと綺麗になるんじゃないかなとは思うんですけども、はい、ちょっとうまいことも見つかんないけども、うん、以前の夏祭りちゃんにもね同じようなものがついてきたんですけども、やっぱこういうのはいいんじゃない、すごいね嬉しいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ここまでちょっとレビューしたんですけども、いろんなオプションがついてきて面白いことだなと思いました。うん。結局、ミクチナ、このミクチナについてきた杖の正体が何なのかよくわかんないんですけども。はい。服のね、装飾に、効能の部分に杖があるので、多分それを模したものだなとは思うんですけども。うん。まあいろいろついてきてね、個人的には面白かったなと思います。はい。まだ受注受付期間ではありますので、これを逃すと多分もう買えないかな。来年のマジカルミレーでギリギリ持ってきてくれるかなぐらいだと思いますので、はい。もし欲しいなと思っている方は、お早めに迎えることをお勧めいたします。動画の説明欄に、この子のね、グッドスマイルさんの、受注ページ置いておきますので、気になった方はぜひお迎えしてください。はい。はい、というわけで、ネンドロイド、初音ミクマジカルミラー2020ウィンターフェスティバルバージョンの紹介でした。はい、鈴がついてきたりだとかね、杖がついてきたりだとか、なかなかね、可愛いパーツがくっついてくる子だなと思います。何より嬉しかったのは、夏祭りちゃんと手をつなげられるっていうパーツですよね。これをちょっと考えてなかったんで、うん。嬉しいイレギュラーっていう感じで、うん、個人的には良かったんじゃないかと思います。うん。最近グスマさんよく手をつなげるパーツくっつけてくれますので、これはちょっと別のことにも活かしてほしいな、他のネンドロイドにも、ね、活かしてほしいなと個人的には思います。はい、来年ねマジカル未来が50周年ですので、その時に出てくるネンドロイドでできればマジカル未来の今まで出した子をね全て手つなげられるようなパーツがくっついてきてればなんか嬉しいなと思うんですけど、それはさすがに無理だな。はい、まあ何せよ来年のマジカル未来の、ミクちゃんもね楽しみですね。うん、と言っても2021のミクちゃんが、そうか、来年のマジカル未来は来年、ん、今年のミクちゃんが出てくるのか、
うん、じゃあその次か出てくるとしたら、うん、まあまたその時はその時で、うん、最後動画の、レビューの、ね、一番最後でも説明した通りなんですけども、この子はまだ、受注受付期間中ですので、はい、動画の説明欄に、その受注のところのページですねは置いておきますので、この動画がねもし参考になれば、お迎えしてあげてもいいんじゃないかなと思います。うん、これ逃すと多分本当に手に入らないと思いますので、うん、お早めにね、やっておくことをお勧めいたします。はい、他のマジカル未来の子と違った点としては、やはり2020の夏祭りちゃんと、冬祭りちゃんですよね、が2人出てるっていう点なんだよね。で、これで、表情パーツも先ほどちょっとつけてみたんですけど、夏祭りちゃんのやつね、つけてみたんですけども、やはり、この子の表情パーツだよね、つけてみたんですけども、やはり思ってた通りね、全然違和感なくつけられたので、表情パーツが多いっていうのは稼働、フィギュアにとってはすごい嬉しいことなんで、はい、その辺の部分の拡張性はね高くて良かったのかなと個人的には思いました。夏祭りちゃんを持ってる子は冬祭りちゃんを迎えしてちょっとね試してみてください。うん、これは新しい発見だったね。これぐらいね表情パーツいっぱいついてきてるからやっぱ嬉しいんですけどね、他の年度はちょっと難しいんですけどね、うん、はいはい、というわけで、ネンドロイド初音ミクマジカル未来2020ウィンターフェスティバルバージョンの紹介でした。紹介してほしいと、ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと、ミンと、バシーから、お願いです。チャンネル登録、グッドの評価、お願いします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシーやと、ミクと、ミン、チャンネルを、お願いします。